はい、こんにちは。昔の道具と庶民の歴史。今回は大人気の江戸の銭湯事情総集編を行います。浮世絵には著作権が切れてるからいろいろ使わせてもらいますね。サムネイルには品のいい奥さんたちを使わせてもらいました。こちらはごくごく一般的な銭湯ですね。サンスケさんもいます。うわー、こっちは喧嘩してますね。わー、これは番台にすごくご祝儀があります。多分ね、お正月かなんかなんでしょうね。さあ、前半は江戸の町の銭湯です。江戸の町ですね。日本ではありません。はい、混浴ですっていうやつですね。後半は日本全体の風呂事情を話してますんで、ぜひご覧ください。また最後にね、江戸の町の銭湯事情3、それとね、ユナという名の遊女、そういうようなものは別に動画であるんで紹介させてもらいますので、今のうちにチャンネル登録して、最後までご覧ください。よろしくお願いします。ではどうぞ。さて、江戸の銭湯、江戸時代のお風呂事情で、基本、はい、お待たせしました。基本混浴です。この三助っていうのは割とエリートなんですよ。もう今度は江戸の町に関して話しますね。江戸の町の銭湯は面白い話がいっぱいあるんですよ。銭湯っていうのは町が集約してきて、江戸の町はだいたい職人さんが多いですから集まってくるんだね。商人さんと職人さん、そして武士、農家の人はもう一つ外にいますからね。こうすごくこう人口密度が濃いところですね。でね、火事がねすごくあるから、家にお風呂を作るのはよっぽど江戸城の近くのね、大名屋敷みたいなところ以外は禁止されてたんですよ。下級武士とかも家にお風呂はダメっていうような感じですね。でね、そこで出てきたのが庶民の味方、銭湯ですね。この銭湯が出てくることによって、みんながねお風呂に入るっていうことができだしたわけですね。だけどね、火事の恐れがあるわけだから、いろいろ幕府がね銭湯に対して口出ししてるんですよ、ね、あれはダメこれはダメとかね。でこの口出しの中の一つにね、公共性があるんだっていうことを前面に出してるから、入浴料が決められてしまった。だから安いんです。多分ね、もう時代によってね、これ今でどのくらいとかいうようなことを言ったら難しいところがあるんだけど、まあ100円200円300円ぐらいのもんだろうと思うんですけどね。1ヶ月契約したら3000円ほど払っておいたら1ヶ月いつでも入れるんだよとか、そういうような形もあったわけですよ。ここのね、番台のお母さんのところにね、ここにね、こういうふうにあの、お正月と言えませんけど、寄付ですよね。おひねり。おひねりが月に、年に1回とかね、なんかのね、勝負湯の時とかね、そういうような時はあるみたいですけどね。まあ、とにかくね、すごく安かったわけですね。だから、庶民の味方ですね。はい、お待たせしました。基本、混浴です。理由は簡単なんで、男女別にしたら湯船とかスペースを倍作らないといけなくなるんですよね。これはね、決められた金額でそれをするのは大変なんで、だから混浴っていう形になってます。そしたらもう本当にざっくばらん自由放題なのかって言ったら、やっぱりね、そうでもなくてね、それ気にはするんですよ。だからね、大体ね、江戸時代の生活といったら朝早くね、5時ぐらいぐらいおかみさんが起きてね、あのお風呂かなんかしてお化粧して、でかまどに火を起こしてお米を炊いて、で朝ごはんを作って、お父ちゃん起きなさいよって言って、お父ちゃんにご飯を食べさせて、でお弁当を作って、お弁当持たして、じゃあ行ってらっしゃいって言って仕事に出すわけですよ。ね、子供がいたら寺子屋かなんかに連れて行くわけですよね。そしたらその帰りにお風呂に行くわけです。そこでね、みんながワイワイと入っていくわけですよ。そしてね、まあ昼前になったらみんな出ますよね。
でね、昔の人はね、そんなに働かなかったんですよね。だいたいね、3時ぐらいには仕事は終わってるんですよ。でも早い時には昼まででもあるとかね、いうようなこともあって、で昼過ぎからね、汗をかきましたということで、お風呂に来るわけですよ。なもう昼からは男性が入ってくるわけですね。だからね、割とね、上手にね、分かれてたんですね。まあそこでね、多少ね、事情があって混じるっていうのはちょっと気まずいなと思いながら、でもあんまり気にはしないというような感じで、混浴だったんだけどね。そういう感じで別れてたんだけどね。でね、お風呂の中にね、サンスケって言ってね、これですね、この人。この人ね。男の人が入ってるんだけど、ちょっとね、お金を出したらね、体を洗ってくれるんですね。女の人の体を男の人が洗う。これサンスケっていうふうに言われてるんだけど、なんかね、こう、すごい身分の低い人が、そういうことをやらされてるっていう感じがあるかもしれませんけど、実はね、このサンスケっていうのは、割とエリートなんですよ。ね、子供の頃ね、お風呂屋さんにね、修行に来て、もう薪割りから始めてね、薪を運んで、それで、お風呂の掃除、ゴシゴシゴシ垂らして、ゴシ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 。ね、毎日毎日ね、掃除して、そして、風呂の焚き口で、暑い中、こう、火を灯して、お客さん、どうですかとか言ってね、いうようなことを経てきて、で、お客さんの後の顔見知りにいっぱいなって、そのぐらいになったところで、ようやく、サンスケができるようになるわけですね。ね、そしたらみんな顔見知りだから、喧嘩が始まっても仲裁はするし、そこでね、人柄が良かったら、お兄ちゃんお兄ちゃんってみんなに可愛がられてっていう風になって、そして最終的にはその風呂屋さんの後を継げるとか、別に銭湯を作ることができるとかいうようなことなので、決してね、奴隷のように使われてる身分の低い人間がやってる仕事ではない、かなりエリートの仕事なんですね。でもサンスケになったらもう一人前というか、しかもこの辺一帯の顔になっちゃうということですよね。面白いですよね。こっちが洗い場です。喧嘩してますね。ポケモンって怖いなこれね。はい、ごめんなさいよ田舎者でござーいとか言って挨拶をしながら、ここにこうちょっと口に加えてますよね、石鹸の代わりなんですね。ぬか袋です。下の身分の人と武士と一緒に入ってるわけですよ。同じところに同じ人。これはね、吉原を脅かしたという。はい、こんにちは。昔の道具と庶民の歴史、今日はね、江戸時代のお風呂事情についてお話しします。江戸時代の日本人はね、日にね、1回から2回必ずお風呂に入ってたって、ね、よく聞く話ですよね。日本人はお風呂が大好きだったって本当によく聞きます。でもね、間違ってはいません。間違ってはいないけど、これはね、江戸の町の話じゃないのかなと思いますね。お風呂といえばね、五右衛門風呂が有名ですけどね、外でね、大釜でね、お風呂に入るっていうのがね、多かったと思うんですけどね、大釜の上にね、桶を、底が抜けてる桶をね、合体させましてね、下から火を焚いて、お風呂にするっていう、こういう五右衛門風呂っていうのがね、こういうね、五右衛門風呂、この下にね、釜があって、奥戸さんでね、火を焚くんですけどね。この五右衛門風呂はね、また別動画で説明しておりますので、まあ概要欄に貼っておきますんで、下のね、ぜひ見てください。そしてね、江戸の町はこういうね、銭湯っていうのがあって、もう近くにね、必ず銭湯があるんで、みんな行って入ってたと思うんですけど、もちろんね、大阪とか大きい町ですよね。
各藩でもお城の近くとかいうね、城下町で職人さんが集まってるようなところではね、こういう銭湯っていうのがあったと思うんですけど、それなりにね、人口密度が多くなかったら銭湯っていうわけにいかないんですよね。田舎の方に行って田んぼがずっとあるようなところでね、もう銭湯に行くだけでも大変っていう。ね、車を買ってピュッと行くわけじゃないですから。だから、やっぱ田舎の方ではね、同じようにお風呂好きっていう風になってたのかということですよね。要はね、田舎の方に行っても、近くに温泉がある場所。ね、温泉地とかありますよね。そういうところではね、やっぱりね、週に1回ぐらいは、ちょっと遠出してもお風呂に入りに行こうって、いうことがあったようです。でね、近くに温泉がなかったらね、さすがにね、頻繁には行けないですから、月に1回とか2回ぐらいにお風呂に入るっていう、そういう流れだったと思いますね。でね、近くに温泉がないっていうことになったらどうやってお風呂に入るのか。どっちかといえばね、東日本の方が温泉は多いみたいですね。で、西日本の方が温泉少ないっていう感じでね、お風呂に入る、頻度も違うんですけど、武家はね、武家さんは、やっぱりね、内風呂作りますよね。自分の家の中に内風呂を作ります。でもね、田舎の方に行ったらね、農家でもね、内風呂作ってたんですよ。でね、内風呂といっても家の中にね、お風呂を作るっていうより、ちょっと離れ、ね、小屋みたいなのを作って、で、まあ、井戸のそばで作って、で、お風呂にしてたんでしょうね。火事の恐れがありますから、江戸の方では火事になったら町全体が燃えてしまうんだけど、田舎の方はね、ポッツ、ポッツ、ポッツとね、家を建ててますから、火事になっても、そう、類焼っていうのはあんまりないんですよ。だけど、自分の家が全部燃えてしまいますからね。だから、お風呂場が燃えても、こっちに来ないよ。っていうことで、ね、離れ。で、お風呂。トイレとかお風呂とかね、炊事場とか、いうようなのを別棟にするっていうことがね、多かったみたいですね。火を使うところね。割と農家の人でも自分の家を持ってるぐらいの農家であれば持ってたんですよ。内風呂。自分のお風呂。持ってたんで、そんなにね、こう、農家は貧乏だっていうわけではない。大地主はもちろんね。だけど、こう、小作人とかでも自分の家、ね、借家にしろ何にしろ持ってるっていうところにはね、お風呂がついてたりするようなこともね、多かったんで、お風呂はあったんですよ。あったんですけど、そのお風呂を沸かすのが大変ですよね。こう、井戸から水を汲んでね、こう、おけでね、こう水を入れて、で火をくべて、湯を沸かしてっていう、で順番に入れよう、みたいな感じになるわけだから、結構手間なんですよね。だからね、毎日入るっていうのはなかなかしんどいということで、月に1回か2回っていう感じになるんだろうと思うんだけど、ここで間違えてほしくないのが、お風呂に入るっていうのが湯船に使うことなんですよね。だから、たらいに水を入れて体を拭く。これはね、たらい、女性はちょっと家の中とか土間とかに持ってきたりしてやったりしてただろうと思うんだけど、男性はね、もう井戸の水を飲んで手ぬぐいでこうグッと絞ってから体を拭くっていうのはね、ちょっと汗をかいたらするっていう感じだったんだろうと思いますね。だからね、まあ今で言ったらシャワーをかぶるっていう感じですかね。もう一気にこう夏だとかザーッとかぶったりしてねやるから、シャワーをかぶるっていう感じで必ず体を拭いてたんだろうと思うんですよ。だから、日本人がね、温泉好きっていうのはもう間違いないですね。なぜかというと、やっぱり水が豊富なんですよね。水が少ないところではなかなかお風呂入れないですから。
それなりに水が豊富だっていうところがね、こう綺麗好き、お風呂好きっていうことになって、僕が言うお風呂に月に1回から2回しか入らないよっていうのは、湯船に浸かるお風呂のことですね。体を洗うのはほぼ毎日やってたという、日本人はお風呂好きっていうのはもう間違いないと思いますね。で、やっぱりね、髪を洗うとかいうようなね、瓶付け油とかでこうやってつけてますから、銭湯でなかなか洗ったらダメっていうところもあるんですよ。そのくせ銭湯の近くに髪結えさんがあったりするところがあるから、洗ってもいいのかなとかいうのもあるんだけど、家でね、こう行水のようにしてから水で洗ってから髪結えさんに行くっていうこともしてたようなんで、まあこういう行水も含めて言ったら、もう毎日お風呂に入ってたんだろうなと思いますしね。東日本と西日本だったら、西日本の方がお風呂入るの少ないっていうのは、多分西日本の方が暖かいから行水がやりやすいんですね。真冬に行水きついですからね、寒冷地ではそういうことじゃないのかなと思うんですけどね。持ち家のない人がどうやってお風呂に入るのかって言ったら、こういうね、なんかこう書かれてますけどね。まあ物乞いとかいうような人もね、いろんな人がいます。今でいうホームレスですね。そういうような人もいるんですけど、もう日本はね、川が綺麗ですから、行水はできるんですよ、洗濯もできるんですよ。だからね、今のホームレスよりかは清潔かもしれないなって思いますね。そしてね、そんなにね、日本の身分差別はちょっとね、外国と違いますから、物乞いでこう来たらね、こうお米あげたりとかね、大根あげたりとかするんですよね。そういうようなこともありますからね。まあこの話をしてたら、なんかバンされたらいけないですから、違うチャンネルでやらないといけないかなと思います。はい、総集編最後までご覧くださいましてありがとうございます。これとは別にね、江戸の町の銭湯事情3ってね、おいおい上から覗くなよとかね、武士も町民も一緒に入ってたんだよっていうような話とかね、ユナという名の遊女、吉原を脅かしたっていうね、遊女の話とかもね、ありますので、下の概要欄に貼ってますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。